はい、皆さんこんにちは。今回お話しさせていただきます税理士の大西と申します。忙しい中皆さんご参加していただいてますので、来てよかったなって思ってもらえるお話ができるように頑張りますので、30分お付き合いのほどよろしくお願いします。まず簡単に私の自己紹介なんですけれども、私はすぐ一駅北川梅田の方の南森町に会計事務所を開設してやってます。今から18年前、もう全く父親関係ない仕事をしてましたんで、もう本当にお客さんいない状況で僕開業しました。なので一番最初開業した時ってお客さん本当に1軒2軒ぐらいで、やることなくてもう事務所に椅子並べて昼寝とかしてたのをちょっと今日来て思い出しました。で、僕自身お客さんを増やすために営業をしないといけなくて、で営業の方法っていくつかあると思うんですけど、こうやって今お話しさせていただいているようにセミナー活動っていうのが結構好きで、いろんな箇所で呼ばれてお話しさせていただく機会がすごく多かったんですね。で、今日ご参加の皆さんもそうだと思うんですけど、これから事業やりたいなって、まだやってないけどこれからやりたいなっていう方がセミナーに来てくださることが多くて、けど僕ら税理士って仕事は税務申告書を作ること、実際お金いただけるのはお客様が開業なさって、そして申告書を作る、この一連の流れで初めてお金いただけるんですね。ただ一番最初、まだ開業してないけどこれから開業したいなっていう方とお会いした時に、まずは開業していただかないと私もお客さんは増えないので、一緒に事業計画とかお金の段取り、資金繰りですよね、なんかをずっと一緒にさせていただいてました。だからもうほとんどのお客さんも全て一番最初から関与させていただいて、で潤沢にお金ってねお持ちの方もおられると思うんですけど、そうじゃなくてちょっとお金資金繰り不安だから銀行借りでどうしたらいいかなっていうところがもう本当一番最初の相談事項になります。で、今回お話しさせていただくのが日本政策金融公庫、もちろん民間の金融機関もありますけど、日本政策金融公庫が一番借りやすいっていうか、一番最初にお付き合いしていただくにはいい金融機関かなって思ってます。ちょっと資料を確認していただきたいんですけど、資料の中に日本政策金融公庫のホームページのコピー裏表になってますけど、ちょっと僕遠いんで見にくいかもしれないですけど、左上のところに日本政策金融公庫って書いてる、これ私がホームページコピーしてきました。と、もう一つ事業計画書、これ栄養の紙横にした分ですね。この2つが入ってるかなって思います。で、日本政策金融公庫、これご存知の方も多いと思うんですけど、昔国金って言われてた国民生活金融公庫、組織再編で今日本政策金融公庫っていう名前に変わってるんですけど、すみません、ちょっと話戻りますけど、私自身がもういつも相談にまずお客様と一緒に行くのがこの日本政策金融公庫です。で、日本政策金融公庫っていうのは 100% 政府系出資の金融機関、民間ではないので、きちんと要件さえ揃えて申し込みをすればほぼ 100% 借入金って融資実行されるんですね。ただいきなり申し込みしてしまって出してしまうと白黒ついてしまうんで、一番最初本当に僕開業した時もう右も左も分からなかったんで、お客様と一緒に日本政策金融公庫をお伺いして、で担当者の方とお話ししながら、こういう事業計画なんですけど直した方がいいとかあったら教えてくださいって、どうやったらもうちょっとうまくいけますかっていうのをずっと聞きながらやらせていただいてました。で、そこで教えてもらったことを今日お話しさせてもらおうと思うんですけど、今もそういうやり方させていただいてて、で実際金融機関の融資申し込み、日本政策金融公庫に関してはもうほぼ 100% 融資が下りてます。で、このお配りしてるホームページのコピーの方にちょっと戻っていただいて、これ見ていただきたいんですけれども、ちょっと字ちっちゃいんですけれどもね、本当いろんな商品あります、いろんな商品ありますけど、一番おすすめで新規開業の時に使いやすいのがこの左上のところに新創業融資制度、これ別紙ですね、冊子の中には入ってないです。
新創業融資制度って書いてる制度、この商品を使っていただきたいんですね。もしよかったらこれマークしといてもらって、いくつかあります。いろんな商品あるんですけど、でこれご利用いただける方って書いてるかなと思うんですけど、要件ものすごくシンプルです。これも本当毎年毎年だん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 量が減っていって文字数減っていってるんですけど、一つ目が対象者の要件って書いてて、新たに事業を始める方、また事業開始後税務申告を2期置いていない方、普通に新規開業なさる方だったらもう 100% ここ該当すると思うんですね。これが一つ目で、二つ目が自己資金の要件、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期置いてない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金、かっこ事業に使用される予定の資金を言いますを確認できる方、これ正し書きちょっと飛ばしますけど、この2つだけなんですね。で1個目の新たに事業をするっていうのはまあ該当なさると思うんですけど、2つ目の自己資金、これ例えばですけど総額ですから、新たに店舗を借りるときに保証金必要です。そこにコピー機置いたりとか、まあ、運転資金、しばらく家賃、お客さんから入金がなくても家賃を支払い続けることができる、まあ、余剰資金ですよね。運転資金であるとか、まあ、車買うんだったら車代とか、フランチャイズに加盟するんだったら加盟料とか、そういうのを積算していただいて、仮にですけど1000万円総資金が必要なんであれば、ここに書いてる自己資金の要件10分の1ですから、1000万の場合は100万円の自己資金があれば、これ申し込みができます。これ必ず貸すとは書いてないです。左にご利用できる方って書いてますけど、これ大学受験なんかの要件と一緒で、高校卒業資格があれば受験できますよみたいなものなので、これがあれば OK ってわけじゃなくて、これがないと申し込みもできないんですけど、この要件さえ満たせば申し込みできますよって書いてます。ちょっと考えていただきたいんですけど、そもそも論の総額の資金ってこれからなんでね、皆さんおそらくこれからなさると思うんで、計画ですからまだやってないですよね。計画の立て方によったら何とでもなりませんか。これ例えば総額500万円の事業計画、総資金が必要だっていう計画にすれば、その10分の1、50万円、そのお金であればなんとか用意できそうだなって、例えばですけどね、いうふうに、まあ、逆算というか考えていただければ、この1と2って基本的には満たされる方多いんじゃないのかなって思うんです。ただですけど実際これって借りるのが皆さんのゴールではないですよね。お金を借りたと事業を開始して、1年2年3年事業を継続して、しかもお仕事でなさるわけですから、そこからの利益できちんと生活が成立しないと意味ないと思いますんで、そことのこの整合性が取れてるかっていうのはすごく大事になってきます。なのでまず自己資金、これ一つ目10分の1って書いてますけれども、今自分の持ってるお金から逆算してっていうよりかは、やっぱり普通に開業する事業計画ですね、後でお話しさせていただく、その総資金っていうのをきちんと見積もっていただいて、でその10分の1、最低でも10分の1きちんと貯金が自己資金貯めていけるかなっていうのを計画立てていただきたいんです。ですからよくご相談いただくんですけど、いろいろご状況をお聞きしてて、ご家庭のご状況なんかもお聞きします。ご家族さんおられて住宅ローンがあってって、生活費毎月例えば30万必要なんだっておっしゃるお客様だったら、それも含めて事業軌道に乗るまで半年1年かかっても事業が継続できるように自己資金300万用意できるようにもう少し頑張りませんかって、今日が開業のタイミングじゃなくて1年後2年後もう少し準備なさってもいいんじゃないんですかって一緒にお話しさせてもらったりもしてます。とにかく貯金がいるんですね。ここに自己資金の要件って書いてますけど、まずは10分の1です。まずは10分の1。ただなんですけど、もう一歩踏み込んで、これって最低金額です。最低10分の1。逆に言うと、できたらもうちょっと自己資金がある方がいいよっていう意味がここに実は含まれてるんですね。
これ実際僕が仕事始めた20年前って自己資金の要件って2分の1だったんです。1/2。でも2分の1ってなったらハードルものすごく上がりますよね。1000万円の総額開業資金が必要な時に2分の1だったら500万貯金がないとスタートラインにすら立てないってなってきたらなかなか大変なんで、しばらくしたら3分の1まで下がりました。1/3。それがここ何年かで10分の1まで下がったんですね。下がった分だけ当たり前ですけど借り入れ金額増えますよね。借り入れ金額増えたら事業開始なさった後の毎月の返済金額増えますよね。その分大変になりますよね。なのでやっぱり僕はいつもお客様にここには10分の1って書いてますけど、できたら1/3、まあ 30% 30% ぐらいの自給資金用意できないですかねって一緒にお話してます。いつももしよかったら目安ってことで、ダメだってことじゃないです、目安です。ここには10分の1って書いてますけど、目安として 30% 自己資金、要は貯金ですけれどもね、が用意できるようにプランを立ててもらえたらなと思ってます。それがいい塩梅です。ずっとこう事業計画を作ってきたり、お客様開業なさった後の会計を見させていただいてて、やっぱり借入金多いと後々大変になるので、ある程度自己資金、このバランスって大事かなとは思ってます。で、この自己資金なんですけど、現金じゃダメなんですね。現金っていうのは例えばタンス預金、現金が300万ありますって、まあ、まさか現金持って日本政策金融公庫に行くことないと思いますけど、まあ、これを仮に普通預金口座に預け入れました。じゃあいきなり今日の日付で例えば普通預金口座に300万円が入金されます。自分の名義です。これ僕の自己名義なんで自己資金ですって持って行ってもこれダメなんです。いきなり入れてるお金ってもしかしたら知り合いから借りてきてるかもしれないし、どっからか借りてきたお金かもしれないじゃないですか。お金に色がないんで分かりませんから。なのでこれ自己資金って一行で、というか単語で書いてますけど、実際実務ではそのお金を貯めていったプロセスっていうのを確認されます。例えば毎月の給与が普通預金口座に手取りベースで仮にですけど30万入りました。こっから生活費であるとかクレジットカードの払いとか家賃の支払いなんかで減っていって、月末の残高が仮に10万円でしたと、翌月また30万入ってきます。残高5万円増えて15万になりました。翌月また30万入ってきます。これを繰り返していく、もう何年もかかると思うんですけどね。その通帳の履歴持ってきてくださいと言われます。なのでそれがなかったらちょっと困るんですね。ご相談いただいて、いや給与ずっと現金手取りでもらってて銀行行く時間なくて家にずっと置いてて100万円になったんでこの10倍借りれますかって聞かれる時あるんですけど、これ絶対通らないです。なので普通預金口座にいくつかに分かれててもいいです。 A 銀行、 B 銀行、 C 銀行って分かれててもいいんで、何年か分量が多くなっても構わないんで、こういうふうにお金貯めたんですっていう客観的証拠を提出できるようにご準備してください。で、これなぜかというと、実際融資の面接って1回しかないんですね。1回しかないです。で、私も一応事務所経営してるんで職員の面接とかしますけど、1回じゃはっきり言って何にも分かんないです。何にも分かんない。銀行も分かんないです。日本政策金融公庫も分かんないです。その方がきちんとお金を返してくださる方かは面接したって分かりません。僕も分かりませんしね。お客さんとお会いしてて、その方がどれぐらい成功なさるかとか全く分かんないんで、じゃあどこ見るのってなったら過去の行動履歴見るんですね。開業が夢、目標でそれに対してどれだけ準備してきたのか、思いつきや衝動で開業じゃなくて何年も何年も、例えば毎月3万円年間36万、これを10年かけて360万貯めてきましたっていう方の方がきっと返済してくれるんだろうなって、こういう判断です。なのでいきなり例えば100万200万仮に臨時ボーナス入りました、これで開業したいですよりかは準備をきちんとしてきてるというのを説明できる方がいいんじゃないかなって思います。
これが自己資金です。なのでお金はできる限りもう普通預金口座に残して、利益を残すようにしてください。それとここには書いてないですけど、信用情報っていうのを必ず確認されます。あの個人情報をチェックしていいですかって同意欄っていうのがあって、そこにチェックしないと申し込みできないんで必ずチェックするんですけど、すると公庫の方は申し込み者の信用情報を紹介します。でそれは皆さんも個人で自分の分確認することできるんですけど、あの CIC っていうとこありますんで、もしよかったらあの後でネットで調べてもらったらあの出てきますけれども、そこで銀行借り入れだけじゃなくて、クレジットカードであるとか、あとは分割払い、車のローン払いとか、いわゆるあのお金を借りて返さないといけない、これも過去の利益ですよね。過去借りたお金をきちんと返してきてるかどうかを確認するんです。でこれ結構くせ者で、銀行の借り入れっておそらくあの一般の方って住宅ローンぐらい、もしくは奨学金ぐらいしかないのかなと思うんですけど、まあ一番多いのはクレジットカード。でもクレジットカードもいろんなポイント貯まるんで、いろいろお持ちじゃないですか。あの、実際これ私のお客様もそうなんですけど、お医者様で所得ものすごい高い方が、いきなり銀行融資どころかのクレジットカード開かなくなって、で、ご本人さん何かわかんないって、わかんないとおっしゃるんで、CIC で取り寄せたら、作った記憶もないようなヤフーのクレジットカードで、なんかあのオークションするのに毎月何百円か落ちるんですか。それが残高なくて落ちてなくて、そこにバッテンついてるんですね。でメールでとこそこ来てるけど、本人さん気づいてない、あのよく読んでないから分かっておられなくて、もうそれで全く何もクレジットカード開かない、リースが契約できないってなって、ですぐまあ手続きなさって、お支払いなさって、それ解除できたんですけどね。あの知ってるようで分かってない分ってあるので、一応念のため申し込みの段前に確認しておいていただきたいんです。でここにバッテンがあると、どんなに自己資金用意なさってても、どんなに自己ごめんなさい事業計画書が優秀で もう入り口で落ちるんです。で落ちた理由って教えてくれません。あの基本的に試験とかと一緒で、あなたここ間違えて何点差で落ちましたみたいな感じで教えてくれないんで、普通あの落ちたら借り入れ金額多かったんかなとかってお客様おっしゃるかなと思うんですけど、申し込みの借り入れ金額が多くて落ちることってあまりなくて、多かったら多いと教えてくれます。あの担当者の方がそんな金額で申し込むんじゃなくて、これぐらいなさった方がいいですよって言ってくれるんでね。だから落ちるっていうことはその紙に出てるとこ以外で落ちてるんで、一番多いのは信用情報なので、申し込む前に確認をする。でもし万が一、これあの一時期新聞なんかにも載ってましたけど、皆さんスマホとかお持ちだと思うんですけどね、このスマホ買うときって分割になさいました？それともあの一括で買われました？これあの分割で買われてる方はカップって言ってあの分割払い借入金扱いになってるんです。でうっかりドコモとか au の支払いが飛んでしまったら、そこに信用情報もうあの記録残ってるんですね。で借りてる記憶感覚は皆さんないと思うんでね、携帯電話飛んだぐらい関係ないわって、というかご存知なくて思われてるんですけど、実はそういうのもチェック入ってたりするので、申し込みの段階で一回確認していただいて、でもし万が一そこに記録が残ってたら、まずはそれを解消していただく。で解消していただいた上で、これすごく大事なんですけど、どうせバレるんで先に言う、こういう事情でうっかりしててこうなってるけどって、これから気をつけますって、きちんと申し込みの前に担当者の方に伝えていただければ、あちょっとうっかり屋さんやけど正直な人なんやなって信用力は上がるんで、お伝えしていただくのはすごい大事なことです。なのでこの商品、あの申し込める方っていうのは2つしか要件ないんですけど、自己資金を普通預金口座にきちんとお金の履歴が分かるように残していただくっていうのが一つで、もう一つは信用履歴、これは本当に日々の行動の中から出てくるので、そこに傷というかちょっとイレギュラーなことが起こらないように確認とともに注意しておいていただく、これでまず入り口クリアできます。クリアできます。これだけです。ただ
クリアできたとしてもそこから先がありますよね。開業なさった後に皆さんの事業会社が継続できるかどうかってものすごく大事じゃないですか。それを確認するためにこの事業計画書を作っていただきたいんです。で、事業計画書作られたことがない方ってこれ何書いたらいいんかなとか、日本政策金融公庫のホームページ見ていただいたら記載例とかもあります。あとググっていただいたらいろんなの出てきます。これ丸写しとかってむちゃくちゃ危なくて、これって要は自分の会社が競争を勝ち抜いて事業が継続できるかどうかをいろんな人のアドバイスをもらえる紙なので、まずはそういうのなしでご自身の意見考えを書いてもらえたらなって思うんですね。で、左上の一番のとこ見ていただいたら創業の動機、なんで開業したいんですかって聞いてきてます。これ紙ちっちゃすぎてこの1行に書けないと思うんで、大きい紙に書いてもらいたいんですけど、たった4行です。たった4行でも、いざこれ書こうとすると一回また終わったと考えていただきたいんですけど、結構うーんってなったりすると思うんですね。でも4行とこれ少ないんですよ。実際僕ら実務やるときは別紙つけます。別紙つけてワードなんかで A4 の紙1枚分ぐらいは埋まるようにします。それぐらいしとかないと、銀行がどうじゃないです。もうこのあたりはさっきの条件満たしたら公庫の借り入れもほぼできます。問題はその後です。事業が継続できるかの確認のためにここはじっくり時間かけてお客様と一緒に考えていってます。なんとなく、なんとなくとか書かれる方いないと思いますけどね。会社勤めに疲れたから開業しますとか、もっと稼ぎたいんで開業しますって、まあもちろん一部はそういうところあるかなとは思うんですけど、そういうんじゃなくて、例えばです、これ例文ですけどね、僕は奈良県出身で、もう今亡くなりましたけど、ドリームランド、奈良公園とかドリームランドっていう超山奥の中の昔ニュータウンで、今はもうオールドタウンになったところ出身なんですけど、たまに家帰ってもおじいちゃんおばあちゃんしかいないんです。で、私の父親も亡くなったんで、もう母親一人で住んでます。このお家10年後20年後売れるのかなって若干不安になってるんですけど、ただ僕の生まれ育ったふるさとでもあります。で、もし仮にですよ、僕がこの町活性化させたいなって、おじいちゃんおばあちゃんばっかりになって母親も一人で心配です、もし子育て世帯が引っ越してきてくれたら自然の中で子育てもできて、で地域の交流、うちの母親も時間ありますから近所のお子さん見たりとかするとボケ防止にもなるかなと思うんで、そうした自分のふるさとがもっと活性化するようにファミリー層に向けて空き家の活用であるとかリノベーションしてもっと住みやすい街づくりを提案できるような不動産会社を作りたいけど、今勤務先では例えばワンルームマンションの売却なんか販売なんかが中心で自分がやりたい事業ができない、だから起業したいんです。 こういう理由です。作文だってあんま意味ないんですけどね。本当にそういうのをやりたいって思われる方がおられたら、そういうのって僕もし仮にお聞きしたら応援したいと思いますし、地域の方もぜひ応援しますからぜひ一緒にやりましょうって言ってくださる方多いんじゃないかなって思うんですね。一人でやるより応援してくださる方が多い方が事業の成功確率って上がるんじゃないのかなと思うんで、もちろん起業したい動機っていうのは皆さんそれぞれ終わりだと思うんですけど、そこをもう一つ踏み込んで深掘りしてブラッシュアップして、ここ本当栄養の紙1枚ぐらい書けるぐらいいろいろ考えてもらえたらなって思ってます。それとセールスポイント、もうちょっと左側の真ん中ら辺にセールスポイントっていうのは3行しかないですけどね。セールスポイント、これもどの業種もそうです。もう日本いろんな業種たくさんすでにもう開業なさってる会社さんあります。新たに開業されるあなたが他の先行している企業になぜ勝てるんですかっていうのを聞いてきてるんですね。これがさっきお話ありましたけど得意分野、自分はこういう思いがあってこういうのが得意でこういうのをやりたいんだっていうのを、たった3行じゃダメです。もうこれも栄養の紙1枚です。栄養の紙1枚ですに書けるぐらい、書けるぐらいブラッシュアップしていただきたいんですね。どの道やの開業なさったら数字が
はっきりと答えを言ってきます。もし思い通りいかなかったら本当に未然に切りながらこれ考えていかないといけなくなるんで、今の状況をこれ考えれるって僕すごくいいことやと思ってるんです。どこかに勤務なさってお給料もらいながら、けど自分の得意なとこどこかなって、こういうのやってみたら喜んでもらえるのかなって、もし同業だったら今の職場で試すことができるじゃないですか。これってすごく恵まれてるんじゃないのかなって僕は思うので、なかなかすぐ答え出ないし、これすらすら書くのってむちゃくちゃ難しいですけど、でも一旦考えてもらえたらなと思います。高校の融資通すだけだったら産業でいいんですよ。本当に何か書いてあってよっぽどひどいこと書いてなかったら通っていきます、融資は。でも問題は開業した後ですよね。借りたお金は返さないといけない。お金返すためには売上が立って、当たり前ですけど利益の金額が出ないと返せないですよね。それをどうやって自分の中である程度深掘りしておくか、それがこのためだって僕は思ってるんで、ここのセールスポイントきっちり書けるように。本当これ時間かかります。事業計画だけでも長いお客さんだったら1年ぐらいお付き合い、顧問も始まらないのに1年ぐらいお付き合いとかね、本当にあります。それは自己資金の関係とかご家庭の状況とか勤務先さんの状況とか、ね、タイミングっていうのがあるので結構時間かかったりします。ここは本当に早ければ早いほどいいかなと思うんで、できたら今日からちょっとこう時間ある時にもぼんやりでも考えてもらえたらなと思ってます。で、実際本当に開業するよってなってきたら、右側の数字のとこって大事なんですね。右側の数字のとこで、これって簿記ご存知の方って貸借対照表損益計算書っていうとこになってくるんですけど、これは皆さんが直接お勉強なさらなくても僕らのような税理士もしくは広告の担当者にお聞きになれば親切に教えてくれます。この数字の話は具体的に同業他社だったらこれぐらいが標準だよって、これぐらいが一般的だよっていうのは教えてくれるんで、その時でもいいんかなとは個人的に思ってます。それより左側ですね、創業の動機であるとかセールスポイント、時間かかるんですね。こっちの方が大事かなとは思ってます。なので実際右側も大事です。しかもですけど、これむちゃくちゃ簡単なんです。これでも右下の事業の見通しって8番かな、8番のところに事業の見通しってあって、創業当初だから開業してすぐと、その右に1年後または軌道に乗った時の売上の金額、経費の金額、利益の金額かけって、これむっちゃ乱暴じゃないですか。むっちゃ乱暴じゃないですか。だって1ヶ月単位ですよ。1ヶ月単位で最初と軌道に乗った時だけ書いてて、その間必要なお金がどれぐらいとか、その売上を上げるために具体的に何をしないといけないかとか全く書いてないですよね。もうこれ以上難しくしたらもうなんか心が折れてしまう方が続出するんで、これぐらいにしてますけど、実際はもっと詰めて僕らも作ってます。軌道に乗るまで1年かかるのか2年かかるのかによっても全然違いますんで、なので数字も大事ですけど、ここは僕らのような専門家や広告の担当者もお手伝いできるので、それ以前に左側ご自身の創業の動機、セールスポイント、何が得意で何がやりたいのかというのを自信を持って表現できるように準備していただけたらなって思います。最後まとめですけど、今日今お話した話、まずお金の話です。お金はもう数字できちんとシビアに記録が残ります。そこをきちんと残していただく。で、2つ目が事業計画書。この事業計画書、借り入れのためであればそんなに難しくないです。そうじゃなくて開業した後のご自身のためにどこに気をつけて書くのかっていうのが2つ目で、3つ目事業が成功っていうか、僕は継続できるかどうか、成功の定義って難しいですよね。いくら稼げたら、いくらぐらいお金が貯まったら成功かっていうよりかは、僕は事業が継続できていることがもう成功だと思ってます。潰れてしまうといろんな意味で影響が出てしまうので、ご自身の会社が事業が継続できる根拠をご自身が持てるかどうか、僕らは分かりません。分からないので
ご自身が持てるかどうか、その持てないんだったらやらない方がいいと思います。止めることもよくあります。準備が早い、できてない、まだ早いですよって。ご自身がまず確信が持てるかどうかっていう、この3つをお話しさせていただきました。駆け足でしたので分かりにくいところも多々あったかもしれないですけれども、でも後で直接ご質問いただいてもいいですし、それに交互に聞いていただくのは全然ありですよ。聞いたからって言ってマイナスになることは絶対ないです。で、皆さんすっごく親切です。教えてくださいますんで、あ、なるほどなって、分かんなかったら直接交互に会議を考えてるんですけどって教えてくれませんかってお聞きになってもいいんじゃないのかなって思ってます。皆さん成功を祈りしてます。ありがとうございました。